ゾットルムは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属すマッチソンでザムトゲマインでゾットルムを構成するマッチソンの一つである。ゾットルムは、海抜20メートルに位置するザムトゲマインでゾットルムの本部所在地である。この町は、南北約2キロメートル、東西約1.5キロメートルの広がりを持つ。ブレーメンから約25キロメートル。 群長所在地のローテンブルクから約1 0トルの距離にある。町の環境は、荒地、森、およびビュンメ川やビーステ川の定地で形成されている。この町は3つの集落からなる。首優であるゾットルムを角に、西2 5トルに位置するシュトゥケンボルステル、南西4 5トルに位置するエーファーリングハウゼンである。 シュトゥッケンボルステルとエーファーリングハウゼンは、市町村再編時の1974年3月1日に、ゾットルムに合併した。ゾットルムの最も古い記録は1205年のもので、ある。フェルデン市教座聖堂参事会の女祭長所在地、サザラムとして記録されている。調査の結果、この集落には800年頃から定住者があったことが、判明している。 ナポレオンのロシア遠征の際には、ルイ・ニコラ・ダブーラ最高級司令官の宿舎となった。増え続ける、一方の行政に対する要求から1950年代には、すでに行政改革に対する圧力が高まっていた。州の教育計画に従って、公立学校の学区割が新たに適用されることとなり、最終的には1969年に、ベターゼン。 クリューファースボルステル、エーファーリングハウゼン、ハッセンドルフ、ヘルベーゲ、ヘパーヘーフェン、レースム、シュレーセル、ゾットルム、シュターテル、シュトッケンボルステル、ターケン、ビンケルドルフがザムトゲマインでゾットルムを形成した。ザムトゲマインでゾットルムの最初の条例は1969年6月30日に発行した。1970年12月29日にホルシュテットが ザムトゲマインデへの加盟を発表した。1974年3月1日に発行した、ローテンブルク地域の市町村新設法により、アハウゼンとエーファーゼンもこのザムトゲマインデに参加した。すでに成立していたザムトゲマインデゾットルムは、この時点で新たな権利を獲得した。この頃、アハウゼンとエーファーゼンからアハウゼン、ベターゼンとヘッパーヘーフェンから、ベターゼン。 ホルシュテットとシュターペルを呼び、ビンケルドルフから、ホルシュテット、クリューファースボルステル、レースム、シュレーセル、ターケンからレースム、エーファーリングハウゼン、ゾットルム、シュトゥッケンボルステルから、ゾットルムが、それぞれ合併によって成立した。これら7町村は1974年3月1日から、現在の形のザムトゲマインでゾットルムを形成している。 この町の議会は17議席からなる。赤字。右上角に銀字に黒いナーゲル十字。金のバグと金のひずめを持つ銀の馬に乗った、金の鎧をつけた聖ゲオルクが、金の槍で緑の竜を突き刺している。ザムトゲマインデゾットルムは、1970年に、ゾットルムの町賞をザムトゲマインデの紋章として、転用する許可を得た。 連邦道 B75 号線がゾットルムを通り、約 2km 離れた地点で、アウトバーン A1 号線のシュトゥッケンボルステル、インターチェンジに接続している。また、バンネアイケルハンブルク線のローテンブルク、ブレーメン間を結ぶ列車が発着する駅がある。最寄りの病院は、ローテンブルクディアコニー病院、アヒムのアラーベーザー病院を呼び、ブレーメン市内の複数の病院である。 TV ゾットルムのアマチュア劇団は1946年に設立された。毎年11月の初めに5回の講演を行っている。ありがとうございます。